皆さん、こんにちは。音楽に限らず、そもそも、コードとは、暗号、略号という意味です。Cm7 は、と、ミフラット、ソ、シフラットの音を、演奏するという意味の暗号、略号なのです。ので、大変ですが、まずは、その暗号を覚える必要があります。ちなみに、コードネームには、基本的に音程で学んだ言葉が使われます。 理屈に合わない部分も少しあります。残念ながらそういった部分もひっくるめて覚えるしかないのが現状ですさてコードは音を順番に重ねていくのですがスタートの音をルートと言い省略して R と書きますルートは根っこ根元転じて元祖始まりという意味ですそして仮に「どう?」 ルートとした場合では音が近すぎて濁るので飛ばしてみを重ねます同じように和を飛ばしてそと重ねればルート3度5度の3和音3音からなるコードの完成です要するに音程に従いながら基本は1音飛ばして積み上げていくのですしかし音程の項でやった通り3度や5度にはていくのです いくつかの選択肢がありますが考える組み合わせのパターンには限りがありますルートがあり3度は選択肢が2通りだけでメジャー3かマイナー3です5度は3種類基本の P5 そして TIM5 ギュ5ですまず基本の響きである P5 とした場合ルートメジャー 3P5 ルート マイナー B5、この2種類しかありえません違いは3度だけですが響きは大きく違いますまたハーモニーの安定感不安定感に大きな違いはありませんこれが有名なメジャーコードマイナーコードですコーをつけがたくどちらも曲のメインになり得るコードですコードの選択肢は3種類ですが 3度も関係しますので3度も含めて考えられる組み合わせは下記のようになりますわかりやすく C で考えてみますここは暗記事項です1ルートメジャー 3B5 ド・ミ・ソ C メジャー2ルートメジャー3オーギュ5ド・ミ・ソシャープ C オーギュメント 3ルート、マイナー 3B5 ド・ミフラット・ソ・ C マイナー4ルート、マイナー3ティム5ド・ミフラット・ソフラット・ C ディミニッシュ5ルート、b 4 b 5ド・ファ・ソ・ C サス4特例で4度が出てきます サスとはサスペンディッドの略で3度を4度に釣り上げるという意味ですフェルトの代わりにズボンを釣り上げておくサスペンダーをイメージすると覚えやすいかもしれません音を聞いて違いを感じ取ってみてください また、コードの頭文字ですが、そのまま始まりの音、イコール、ルートを示しています。ルートが決まれば、3度や5度も、おのずと決まってきます。C メジャーコードの正式名称は、C メジャートライアドですが、譜面に書くときは、C 三角、もしくは、シートだけ書きます。メジャー3のときは、コードネームには何も書かないというルールがあり、発生はしなくても構いませんが、 前後関係で誤解を招きそうな時はシートだけ書いてあっても C メジャーと言いますこの三角はメジャーの意味ではなくトライアド三和音の意味ですラテン語の鳥の変化形で3という意味です3コトリケラトプス3本の角を持つトライアングル三角形トライトーン三0音話を戻して C メジャーならば D メジャーならばレファシャープラです F シャープメジャーならばファシャープラシャープドシャープですすなわち C メジャー D メジャーそして F シャープメジャーは同じ種類のコードの始まりの音イコールルートが違うだけなのですこれがメジャースケールと同じように基本12種類あります また、マイナートライアドならば、ルート、マイナー3、B5、で、F マイナーなら、ファ、ラフラット、ドとなります。例題を解きながら解説します。例1、C のコードトーンは、かっこ、構成音のこと。答えは、ド、ミ、ソ、です。これは、暗記事項です。例2、 G メジャーのコードトーン構成音はまずメジャーコードはリュートメジャー 3B5 で積み上げますこれも暗記事項です G イコールソなのでリュートソからメジャー3はし同じくソから B5 はレ答えはソシレですレイさん。 A フラットメジャーのコードトーン構成音は G の時と同じくメジャーコードはルートメジャー 3B5 で積み上げます暗記事項 A フラットイコールラフラットなのでルートはラフラットメジャー3はと、B5 はミフラット答えはラフラットと、ミフラットです練習問題です 1とミフラットソフラットはカッコ答え C ディム暗記事項問い2ミソシャープシシャープはカッコ答えは E いお はシフラットとはかっこ答えは、F、4いかがでしたか音程の知識が必要ですがある程度理解している人にはコードトーンを学ぶことが音程の理解を深めてくれますあまりにもちんぷんかんぷんな人は音程に戻ってみてください ご視聴ありがとうございました。次回は、4話音です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。